ああ、なんか、オビワンの年代表みたいになってきました。おお、これ映画のシーンだ。皆さんこんにちは、ジェイソン・ウルグブルだ。ヒロギだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちら、レゴスターウォーズデススターキャノンです。はい、今回の動画はレゴスターウォーズを組み立てます。はい、箱はこのようになってます。ちなみにこちらはエピソード4のレゴスターウォーズです。はい、箱の後ろはこのようになってます。前回の動画でこちらのデススターの座室を組み立てました。同じエピソード4なのでこれと組み合わせてみようと思います。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が2つと説明書が1冊です。では袋からパーツを出します。はい、完成しました。あー、意外と小さい。ちょっとでかいのかなって思ってたんですけど、思ってたよりちょっと小さかったです。はい、まずはミニフィギュアからです。これがエピソード4のオビワンです。やっと手に入った。全体はこのようになってます。で、残念ながらオビワンの髪型パーツはありません。もう頭部はこれだけです。はい、そしてエピソード1、3のオビワンと並べるとこんな感じです。左からエピソード1、エピソード3、エピソード4です。あー、なんかオビワンの年代表みたいになってきました。では次はこちらの、これ名前なんだっけ、まあ一応デススターの乗組員です。全体はこのようになってます。このヘルメットパーツの塗り分けがめちゃくちゃ細かいです。で、頭部の中はどのようになってるのかというと、はい、こんな感じです。右手には小さいブラスターを持っています。では続いてはこちらのデススターキャノンを見ましょう。全体はこのようになってます。ここがっつり空洞になってます。まあここからミサイル発射するので、ここにカードとかあったらもう発射できませんもんね、思えば。じゃあまずはこちらから見ましょう。おそらくこれはエネルギーポットだと思います。で、こちらのギミックはこれ引っこ抜いてここを押してあげると、はい、このようになります。で、ここからこれを引っ張ると、実際オビワンがこの機械壊してエネルギーが消えたのを覚えています。で、こちらがレバーになっています。これを下げることでこうなるわけです。そしてこれがデススターキャノンです。いや、かっこいいな。キャノンの造形はテクニックパーツとかで再現されていますので、めちゃくちゃ細かいです。で、この台座は回転して、でさらに上下
動きます。ミサイルに関してはいつも通りのスプリングミサイルになっています。でミサイルは2発あります。ではミサイルを発射します。発射の仕方はこのミサイルを下げるだけです。ではいきます。威力はいつものスプリングミサイルと変わりません。もう一回撃ちます。デススターの乗組員を乗せることができます。はい、付属するミニフィグを置いていました。はい、前回組み立てたデススターの脱出と並べるとこんな感じです。同じデススター関係ということもあってすごいマッチします。ただこれどう接続すればいいのかわかりません。まあ、とりあえずちょっとそれっぽくまあ合わせてみようと思います。はい、結構雑なんですけど、並べてみるとこんな感じです。ああ、映画っぽいっすね、これは。ただ、まあ置き方とかが、まあいろいろ雑なので、まあ映画のシーンを再現してるっていう割にはなんか、えらいざっくりしてます。まあ自分で置いて言うのもあれなんですけど。ここにオビワンとダスベイダーを置くと、おお、これ映画のシーンだ。ルークたちが脱出するときにオビワンははい消えちゃいます。これダースベイダーのミニフィグがあればこのシーン再現できれますね。これすごいな。今後発売するレゴスターウォーズもこういう場面再現できるところをもっと増やしてほしいです。はい、レゴスターウォーズデススターキャノンはこんな感じです。はい、ということでレゴスターウォーズデススターキャノンを組み立ててレビューしました。個人的には思ってたより小さかったんですけど、こういったギミックがあって結構良かったと思います。これ映画のシーンほぼそのまんまなので、スターウォーズが好きな人にはおすすめします。で、最後ら辺にデススターからの脱出と組み合わせて遊んだんですけど、あんな感じで、まあ、ざっくりデススター作ってみたりするのもありです。ちなみにこちらのセット今だったら Amazon で定価で買えますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。